どうもこんにちは、モータージャーナリストの小宮坂です。そして横に座っていらっしゃるのは、はい、はい、どうもこんにちは、マリオ高野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またカババさんのご協力で今回もいいから比較動画スタートでございます。ありがとうございます。内外装はもう別で行ってますけど、はい、スポーツモード3、2、1、GO。 もう踏んじゃってましたよね。もう踏んでました、はい、はい、おなかなか音はいいですね。音いいですね。音いいですね。快音。やっぱ毎回この辺りはいつも言ってますけど、なんかバイクメーカーはやっぱいいよね。なんかこう、高回転上がね、はい、気持ちいいですね。まあ今回はですね、はい、何の車かというと、これどういうテンションで切るのかね。あのクロスビーでございます。クロスビー、鈴木のクロスビーと、今回はロッキーを用意してます。ダイスロッキー、はい、はい、こちら4駆。ロッキーはもう後方車の関係で肉しかなかったです。あ、なるほど。まあ、なので 1.2リッター、はい、だからスバルさんも持ってなかったし、うん、あの要はロッキーはトヨタでいうとライズですし、スバルでいうとレックスなんですね。スバルレックスですよ。去年からレックスとして発売されました。はい、今これはあのクロスビーですけども、はい、ロッキーのもう仕様は完全レックスで売られてる仕様なので、はい、まあ、マリオさんとっても直接的なスバルではないけども、間接的なスバルでしょう。今日もほぼもう今日俺レックスに乗るんだというテンションで、昨日の夜から微妙に上がってました。なんか微妙にスバルのスノジをかすめてくモデルになった瞬間、テンションが待望のスバルブランドと思えなくもない。はい、そうですね、ロッキーと。はい、さあ、じゃあまずはちょっと運転支援使ってもらえますか。はい、はいはい、そちらボタンをポチッと。はい、あのクロスビーからこれセンタリングキープついてるんですよ。はいはい、でマリオさんもうすでにここまでロッキーを乗ってきてもらったじゃないですか。はい、だからあの運転支援とちょっと比べてみましょうよ。うんうんうん、あ、こっちの方が、うん、まだほんの使い始めてわずかですけども、でもこの使い始めてわずかのところでも結構結果出ちゃうもんね。そうですね、もうこっちのがこの運転支援のハンドルのアシストは明らかにこっちがいいです。ロッキーの方はちょっとふらつきますもんね。そうです、センタリングキープあるにせよ結構ふらついていました、うん、はい、だからあくまでも支援っていう形で、こっちは支援っていう完全任せるっていう上では少し心もとない要素はあるかもしれないですけども、はい、でも、まあ、ロッキーよりかは、だいぶ車任せにできますね、ロッキーと比較すると。はい、はい、うん、じゃあちょっと解除していただき、はいはい、マリオさんに、ええ、じゃあちょっとスポーツモードは解除する。 どっちがいい。そうか、いや、あの一応じゃあ味わいたいので、あの、はい、解除。はいはい、解除で。一応パドルシフトもありますから、6速オートマですよ。おお、そうですか、6速オートマ。おお、 CVT ではない。はい、じゃない。なるほど。そもそもクロスビーなんでこれ急遽比較することにしたの。はい、予定してる中にボンって割り込ましたの。そうですか。で、それはクロスビーの僕の単独試乗の動画見てもらったら分かるんだけど、はい、そのとこで、うん、マリオさんにこれ なんてマリオさんがこのハンドルを切るのか興味があるって僕言ったの。そしたら、はい、まあボスが入れ込んだわけですよ。おお、なるほどね、さすが、うん、ステアリング、そのステアリングで、別にそのステアリングじゃなくてこの切った時の、はい、こうなんかタルッとしてるでしょ。タルッとしてますね。なんかグミ持ってるような感触でしょ。あの、うん、特にロッキーがね、結構硬派だったので、かつてね、軽自動車でもあのダイハツがドイツ車で、はい、鈴木がアメ車だみたいな、そんな比較が過去にありましたが、はい、そのまんまではないですけども、やっぱそういうなんとなく当てはまるのかな、この乗用車、軽自動車ではない上のクラスのコンパクトカーでもその流れあるのかなという印象です。ちょっとアメ車的な動きだよね、このなんかファットなタイヤのこのエアボリュームでもってふわふわしてる感じは若干あるし、はい、でハンドルもビシッとしてるわけじゃなくて、でもこのなんかタイヤがふわふわしてる中でハンドルもふわふわしてる中で、このダラッとした中でなんとなく目的地に向かってってるみたいな、はい、これがマリオさんはどう、好みはどうかと別ですが、はい、あのありだとは思います、全然ありはありです。ありはありだし、はい、これを好む人はいるだろうなとはすごく想像できます。じゃあこれスバルに提供してくれるって言ったら、はい、いや別にあのスバルコンパクトがないので、あのあるだけで嬉しいので、あるだけで嬉しい、別にあの僕はありだ、このね、このステアフィールと車の動き方、ありはありなので、別にあの全然いい、ありがたいです。僕これ結構好きかも、やっぱ。あ、やっぱりね、うん、やっぱりそうですよね。まあマリオさん絶対レックス派でしょ。うん、まあね、やっぱりそうね、あっちの方が本当にねガチッとしてたので、このこっちのこのね、ちょっとまあちょっとある意味ちょっと曖昧なところも、どうこの手応えこのグミ持ってるような手応え。まあこれ慣れればね、あの本当にこれでも本当に
違和感なくなると思いますが、個人的な好みを言わせていただくとやっぱりもうちょっとシャキッとしてほしいなとはあります。なるほどね、はい、でも言うことは聞くじゃん。うん、そうそう、なんで困ることないんですよ、うん、なんでありはありでね、別にあのまた否定はしてないんです。で、あと速度の乗りはいいね、すごいいいね。そうですね、やっぱターボでね、トルクの立ち上がりとエンジンフィールと、うん、あとは6速 AT、 これメリハリがあって、だってパドル使っちゃってほら、ね、気持ちいいですね。やっぱ 6段もあるでしょ。おお、豪快ってほら、音がいい、あ、いいわこのエンジンエンジンいいっすね、エンジンがやっぱいいな。エンジンでしょ、はい、で降りて、はい、左カーブハンドルを切り出した瞬間からはいはいはい、これね、はい、夢覚めましたみたいなねまあ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 、でもこれはね、あの全然体が順応できる範囲ではあります。そう、だからアメ車的だよね、本当。だから直線とかがすごく気持ちよくて、でハンドル切ってみたら、はい、ああこういう感じかみたいな、ちょっと冷静になるみたいな、はい、でもこれ乗り心地いいじゃないですか。乗り心地いいですね、乗り心地いいですね。でふわっとしすぎることないし、突き上げ少ないし、うん、はい、なんか、うん、なんかそこはちょっとしっとり系かなという感じですね。僕事務所でいつも仕事するとき、僕バランスボールの上に座ってるんですよ。ほうほうほう、普通の椅子じゃなくて、うんうん、だからなんかね、バランスボールのちょっとその、ね、なんかね、そのエアボリュームたくさんの中でフォンフォンしてなんか座ってるような、そういう乗り心地。なるほどですね。だから強い突き上げないし、僕はこれね、やっぱ、うん、いや嫌いじゃない、うん、いやこれをね、こっちは好む人が多いだろうなというのもすごく理解できます。どっちかというとそのアメ車っぽいとかありますけど、うん、あのそんなもうだね、うわこのだるさが嫌だみたいなレベルではもちろんないし、もう体は結構もうすでにちょっと順応しつつあるので、だんだん順応してきました、うん、順応してきました。これエンジン気持ちよさ、マリオさんのテンションがだんだん大人らしく、うん、大人らしくなってきて、レックスはねとか違う違ういやいや、あの本当にね、これはこれでいい車感はやっぱりありますよ。でも今のところやっぱ気持ちが傾いてるのは、ロッキー、スバルでいうと何でしたっけ、レックスですね、はい、の方にちょっと傾いてる。だからね、またあんまり僕がねそっちを言うと、あいつやっぱりスバルブランドのなんか影響で脳内補正入ってんじゃねえかと、ちょっとねそういう指摘をされそうであれなんですが、これ本当にあのフラットに考えて自分の好みで、自分の好みではやっぱり今のところまだレックスかなというのはあります。なるほどね、はい、じゃあちょっとこのままワインディングロッキーロッキーロッキーで、ね、今ごめんスルーで僕も今流しちゃった、ネタじゃなく間違えた、はい、ロッキーロッキーね、はい、じゃあこのままちょっと、はい、ワインディングですね、いつもの、はい、の前にエイパンドちょっと乗り心地チェックのところもあるからそこ行きましょう、はい、ゴー。さあ高速降りて、はい、マリオさん、うん、どんどん来て、こっから乗り心地チェックですよ、はい、もうなんとなく感化されてきたでしょ、うん、体が、うん、いやもう体はね完全にあの順応というか馴染んでます。全てがダラッとしてるじゃんだこのダラッと全てがしてると全てのリズムまでダラッとなんかさ、うん、体が順応するよね。ええ、なんかそうですね、まあまあそういう意味ではテンションもダラッダラッダラッっていうか、そうもちろんね、ちゃんと集中して運転はしてますが、まあ、そういうちょっとなんかリラックスしてる、うん、リラックス、そうですね、リラックス、そうですね、リラックスっていう言葉が合うと思います。あとは今みたいな乗り心地のとこはほどほどにいいけど、忘れた頃に来るあの角のある突き上げ乗り心地のところで、大きめの入力に対しては来ますね、ガンって忘れた頃に来るよね、はい、突然あの入力だけなんか寝てる子を起こすかのような、はい、細かいね、こういうのは大丈夫だよね。そう、これぐらいだったら緩さがいなしてる感じがあるんですが、大きくなると大きい鋭い角のある凸凹、ここでカーンって突き上げがあった時に、はい、なんだっていうあれっていうのありますね、あの穏やかな空間が流れてる、空気が流れてるからこそ余計気がつくというか、うん、気になる要素がありますよね。そうですね、いやマリオさんの声が普段以上におとなしい。そんなことは全然そんなことないですよ、そんなことないですよ、ね、まあこれからちょっとワインディング行きますので、ね、まあそこでこの車運転した時にテンションがどう変わってくるのか、はい、いやこれはね典型的にマリオさんの好みと対極に位置する車だと思って、はいはいはい、ちょっとねこれ僕の中でもこれなんて表現していいか難しいなって思いながら、これはマリオさんの力借りようと思って、このハンドリングをマリオさんは何と表現するのか、いや決して悪くないじゃん、悪くはないです、悪くないですよ、悪くないんですけど、これを なんて表現するんだろうと、お、うん、どう感じるかな、僕もちょっと楽しみになってきましたね。さあスポーツ、はい、Nモード、さあじゃあワインディングです、はい、あ
あ、パワートレインがパワートレイン抜群にいいっすね、やっぱりね。エンジンいい。はい。あとこのミッションの反応、うん、今ちょっと固定にしてますけど、すごいダイレクト感もある。うわ、音いいな。ちょっとそうね、割と考え、意外と僕はこれ考えます。みたいな、こういう風になるだろうからこの辺でちょっと早めに切っとかないとなとか、あのグラッと傾くだろうからやめとこうかなとか、なんかそういうね、意外と考えさせてくれます。エンジンとさ、ハンドリングがさ、もうギャップがすごい全く違くてさ、そう、エンジンだけ聞いてたら俺はできたくなるんですけど、それだとおっとっとになるんで、そういう意味では僕はね、冷静になれます、意外と。頭を使って始めるわけね。そう、あ、ちゃんとしっかり丁寧に荷重移動しなきゃとか、それをね、いつも以上に考えます、意外と。もうさ、速度を上げようとしないもんね、一速アップしないもんね、もうそう、このね、それは低いギアでエンジンだけ味わう。何、ハンドルを切ったら、うん、あれっていう感じにやっぱなっちゃうな。まあそうですね、遅れるのはあるなと。それはでも遅れも一定してるし、その乗り心地と一緒で体が順応するので、こうだよなみたいな、脳内補正で曲がっていけるわけですけど、そう、ホットにはならない、やっぱりホットにはならないんだけど、逆に自分の運転にすごい向き合える気はします。あ、やっぱ俺ちょっとこういうとこ雑だから手アンダー出るんだなとか。あれだよね、ロードスターを、うんうん、のスタビレスの一番ベーシックなモデルを、はい、もっと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 緩ましたらこうなりそうだよね。そんな感じかもしれない。エンジンすげえ気持ちいいけど、うん、はい、おお、ハンドル切ってこんな車動くんかみたいな。そういう意味ではその挙動とか、なんかハンドリングとは何ぞやとか、そういうもの意外と向き合えるかもしれません。俺の運転雑だったなとか。車の動きだけでいうとマリオさんは切り遅れてるもんね。そうっすね。なんでこれ車曲げないんだろうって思うと、マリオさん一生懸命ハンドル切ってるの分かるし、僕も見てて、でも今もこれ切り遅れてるもんね、応答がなんですけど、でもそれはそれで、あ、そうか、こうなんだな、じゃあもうちょっとなんか氷の上走ってるのとちょっと似てるかもしれない。あ、もうね、もう切ってからだいぶ経ってからね、量が立ち上がるんだから、もうこのパイロン見ながら早めに回さなきゃみたいな、ある意味表情のパイロンセラルも今思い出してます。それは不安感に伴うものなの？いや、不安じゃないです、不安じゃないです、一定してるし、そういうもんだと。まあ、あんまりここまで言うとね、そんな極端にね、オート遅れがめちゃくちゃあるわけではないですよ、決して。裏切られてるわけでもなんでもないもんね。ないです、ないです。でも、エンジンのそのフィーリングからすると、ちょっと遅れてる感じはするよねっていう。はい、ちょっとじゃあマリオさん乗り換えますか。はい、そうですね。僕みたいな硬いキビキビが好きな人は、その余計にね、ちょっと緩く感じてしまうだけです、はい、じゃあ乗り換えましょう、はいはい、さあまずはエンジンはやっぱすごいね。エンジンパワートレイン、これエンジンすごいよ、抜群だよ、これ抜群です。ほらすごいよエンジン、この、はい、いこれね気持ちいいよ。音だけ聞いてたらスポーツカーかな、うん、カプチーノかこれと思っちゃいます。あ、僕これ慣れてるんだ、やっぱ。僕こういうね、動く足大好きなんだ。なるほど。だから切り遅れてないもんね、僕。そうですね、意外となんか意外と普通にリンクして曲がってますね。しょっぱなから順応してるよね。うんうん、ごめんなさい、これ馴染っていうか、もう僕これ対応してる、やっぱね、うん、動く足好きなんだと思う。なるほど。そうですね、なんか違う違う車のようにも感じる。不思議だなこれ。なんかこれすごい伸び伸び走ってる感じするけど、やっぱりね、これはドライバーのタイプが車の挙動を影響する要素が大きいのかもしれません。あ、だから相当ハンドルの手応えと相談しながら切るタイプの人じゃないと、うんうん、そうですね、だいぶ下がっていて、うん、相当早切りだねこれね、はい、対話して対話して、うん、っていう感じですね。そう、そういう意味では意外とだから濃密なんですよ。最近さ、スバルとかで言うと、うん、その STI とかなんか特にだけど、運転が上手くなったかのように走る車みたいな、それって車側でどん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 緩みをなくしていくじゃん、うん、はいはい、ドライバーが早切りをしなくても、あたかも車側が早切り対応してくれるような、うん、なんかそういった味付けが結構多いじゃん、はい、それで言うとこれはそういった味付けじゃなくて、ほんとそのまんま素直に、うん、表現しますみたいな、そういう感触だよね。そうですね、まあある意味ドライバーの操作がストレートに出やすい、うん、なんで僕は自分の雑さがちょっと自分で際立ってしまう。ああ、なるほどね、僕これ好きだ、うんうん、ちょっとロッキー乗り換えましょう。はいはいはい、さあマリオさん、はい、乗り換えましたよ。さあこちらはダイハツのロッキーです、はい、スバルで言えばレックスです。なんかテンションがだんだんマリオさん、いやいや穏やかになってきたね。ちょっとクロスビーのテンションに侵食され、いやちょっとね、だからね、ゴミさんと僕との
車の挙動の違いに今微妙に僕へこんでるんです、まあ、あれそんな運転雑かやっぱりみたいな、あれれみたいな、さあ微妙に傷ついてます、はい。ちょっとその前にあのカババさんのちょっとご協力で成り立っているので、ちょっと魅力を改めて今回もちょっとお伝えしていいですか。お願いします。カババさんね、ほんと日々進化していて、とうとう3月1日から買った車に対して購入した時に、うん、あのベーシック保証を始めたんですよ。保証がやっぱり始まった、うん、始まったんです。すごいです。118項目で、うん、買ってから1ヶ月だっけな、何かあった時にはもう保証しますよという。118もですか。うん、118ってもう基本的なところは全部網羅していて、だからすごいですよ。だから安心感がとってもとっても高まりました。だから買ってからこれどうなんだろう、大丈夫なのかな、壊れたらどうしたらいいんだろうとか、もうそういう心配すらなくなるっていう。まあ川場さんこれから先もいろいろやりたいことはあるというのは聞いてるんですけど、はい、本当ね、あの例えば半年前とかに、うん、こういうのが若干不安感あるんだけどとかって僕が思ってたことがどんどん解決されてて、うん、そういう買ってから交渉したらどうすんの、これトラブルの元じゃんとか、うん、誰に請求すればいいのとか、泣き寝入りするしかないのかなとか、はい、そういったのも結果解決したし、あとはサイト上で結構僕代表の田中さんにお伝えしていたのは、はい、もうパッと見て安いのかどうかが分かるシステムが欲しいって言ったら、それも成り立って、今サイトを見ると、うん、他の今現在の市場環境の中で、ね、今この車がどのぐらいの価値相場なのかっていう順位がちゃんとね出るようになったんですよ。すごいですね。まあそれを見て、あの売られる方は自分で価格調整をすればいいと思いますし、あまりにも高すぎるともちろん売れないでしょうし、はい、買われる方は安心して別に損して買うっていうことではなく、はい、あのちゃんと別に調べることなくそこでパッと分かるので、はい、まあそういった安心材料がどんどん加わってるでございますよ。どんどん進化していきますね。そうなんです。進化のスピードが早いで、改めてですけれども最後一言だけ言うと、本当車売る買うカババ一回使ってみてください。概要欄のあのページちょっと飛んでみてください。マジで売る売らない今は別に全然考えてないんだよっていう方もちょっと一回覗いてもらいたい。あのそうするとシステムの様子がわかる。だから本当メルカリであるとか、なんかそういう個人売買をつなぐもう本当サイトなので、でその個人売買をつなぐっていうところになった時に、いろんな不安であるとかお金のやり取りとかどうすんのとか、そういったところを全部カババの仲介に入ってるシステムが解消していくっていう形で確立しているので、まあ、結果としては個人売買なので、まあ、それでいうとどこよりも高く売ることができるし、どこよりも安く買うことができるって、これがカババです、はい、さあ、はい、マリオさん、はいはい、元気出てきました。ええ、出てきましたよ。ちょっと僕結構運転丁寧ですもんね。ええ、結構というかかなり、ええ、あのクロスビー、確かにマリオさんが運転した時のクロスビーの動きと僕が運転していた時のクロスビーの動きちょっと違ったよね、ええ、結構違いました。あれって思いました。なんかこれなんか減衰調整あんのかって一瞬思いました。なんか粘っこくクロスビー動いてたよね、ええ、だからやっぱああいう動く車は、ええ、もう動くの前提でドライバーが使いこなさないといけないから、超丁寧に運転しないといけないんだね、うん、やっぱりそのやっぱ考えますよね、運転というものに対して、うん、それはなんかいいことだったらすごい思います。でも逆に言えば、うん、このロッキーはもう誰が運転しても結果出ますよ、はい、そうですね。これ多分そんな変わらないですね。キビキビ感とかパワーモード入れて3、2、1、ゴー、頑張れ頑張れ。あ、やっぱ NA だから、うん、もうちょっと欲しい感じは。そうですね、このロングストロークな感じは頑張ってる感はすごいありますけど、手応えは明確、はい、うんうんうん、こっちあのクロスビーみたいに、うん、その相談しながら切るとかじゃなくて、うんうん、ある程度こっちから車のことをちょっと置いといて、俺こう曲がりてんだよね、もう聞いてくれる、うんうん、そういう意味では意外と従順、従順、なるほど、素直、うんうん、ハンドリングがいい、うん、リアもしっかりしてる、はい、無理が効く、うん、あのまあスポーティーっていう言い方になるかもしれない、でもちょっと跳ねる乗り心地が、うん、そう硬いは硬いですね、やっぱりね。まあ、マリオさんこっち好きそうですね。そうですね、ボディがねすごいその何て言いますか、剛性感が分かりやすく高いので、しなやかさではないんですけど、なんかこう一応ヘビーデューティーな感じもするんですよ、僕としては。ああ、SUV らしいこの骨太感といいますか、しなやかさはまあないんですが、なんかそれは逆にこのキャラには合うのかなと。でも今みたいなギュッと気になんない
あんま気にならないです。あ、気にならないんだ。あれ気にならないですね、あんまり。あ、なるほど。あれ気にならなかったらこっちだね、うんうん。引き締まってていいなと僕はあれ受け止める感じです。あー、そういうことね。はい、ちょっと僕もスイッチ入れて、行ってみよう。お願いします。これはこれで快音、うん。あ、これはね、うんうん、クロスビーではこの速度でこういう風に曲がろうなんて、うん、これっぽっちも思わない。僕でさえも思わないです。思わないの。でもこれは剛性高いし、うん、ハンドルのしっかり感あるし、はい、これは絶対答えるっていう、うん、絶対的なる自信のもとにいける確信が得られますね。だからなんかね、本当スポーツカーと緩んだアメ車を乗り比べてる感じ、はい、じゃあゴミちゃんどっち好きなのって言われたら、まあ結論は、うん、まあ後々ちょっと語りたいと思いますけど、はい、なるほどね。ちょっとマリオさんにドラチェンしたいと思いますこれ、はいはい、なるほど、面白い面白いこれは、はい、さあマリオさん、はい、レックスどうですかこれロッキーですか。ロッキーでございますからね。やっぱりね、そう、はい、やっぱり好きが嫌いかというとこっちの方が、簡単に言うとダイレクト感とソリッド感があって剛性感。あ、今のちょっと僕失敗した。なんかマリオさん今日なんか自分の運転に向き合いだした ね、うん、なんか今ね僕クロスビーモードで今曲がろうとして、でもやっぱり本当にもうキャラは全く違いますよね。まあ、反対ですよね本当に。全然違うでしょ。ガチライバルなのにこんな違うんだなという、それが面白くて今回ちょっと持ってきたんですよ。なるほど。ああもう全然タイヤのもう剛性から違うもんね、はい、向こう16インチこっち17インチでもあるけど、はい、タイヤの外形も違うし、はい、スポーツカーみたいですよこっち。もう部分剛性とかも違うこれ、はい、ああもうボディが違うよ、はい、好きか嫌いかでいうと、まあ、好きは好きなんですけどこっちが。でもね、なんかあのクロスビーに馴染んでからこっちに来ると、あのクロスビーのあの動きはやっぱりあれはあれで面白かったなとも今思ってます。なんかこれの良さを感じながら、なんかあの車って、うん、奥が深い、じわじわ来るよね、うん、そう、やっぱりね今僕これ乗りながらね、クロスビーの良さがでなんか浮かんできたんですよ。そうなの。これ好きは好きなんですけど、このキビキビ感と。そうなのよ、うん、これ単独で乗ってるとこのシャープさとか結構いいなって感じするんだけど、はい、クロスビーのあの穏やかさ緩やかさで、はい、なんかあれが懐かしく感じるでしょ、うん、そうそう、 あれでも よかったかなって今僕結構思ってます。これ不思議、これにこうがっかりしてることはもちろん全くないんですけど、え、もう満足ですか。一般道行きますか。もう行きましょうか、ね、はい、そういう意味で面白いな。でちょっとこれ面白いでしょ、はい、あの感覚というのか、うん、クロスビーだけ多分乗ってると、うん、あれが緩んでるとか、はい、もうちょっとシャキッと走ってもらいたいとか、うん、いろいろ感じるんですけど、うん、こういう風に比べてみると、うん、あの緩んでるところにある、うん、あの節度感みたいな、うんうんうん、あの凄さがね、はい、分かってくるんですよ。そうですね、クロスビーの、ね、奥深さを今めっちゃ感じてます。なんかだからクロスビーって緩んでんだけど節度感あるんだよね。はいはい、そう、決してだからそうですよね、本当に緩いわけじゃない。そう、緩んでて放任されてるわけじゃなくて、うん、だからなんか犬の散歩で言うとリードをすっごい長くされてんだけど、でも飼い主、要はドライバーからちゃんと繋がってるみたいな。なるほどね。そうで、こっちのロッキーはどちらかというとリードも短くて、はいはいはい、もうそうですね、もうガチッとなんか鎖で持ってる感じがする。そのオーナーさん、うん、お散歩してくれるあの飼い主が、うん、もうアスリートで、うんうんうん、おいし一緒に走ろうみたいなっていうなんかね、うん、ダイレクトにはつながってる感じ。はいはい、ほんとクロスビーはリード超長い、うん、ね、ちょっともう自由にできるみたいな。そう、よくありがちなあのボタンを押さないとギューンって伸びて、ボタンを押すとギューンってなんか縮まるみたいなリードあるじゃないですか。 ああいう感じ割と伸縮自由自在みたいな。そう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 、なるほど、ね、マリオさんに今回実は、はい、今みたいな感触がもしかしたらマリオさんに起きるかもって思って実は用意してるのは、そうそう、狙い通りですね、うん、あの正直言っちゃえば狙い通り、見事にハマってるわけです。私は、なるほど、マリオさんももちろんその絶対的にロッキーが好きなの分かってるんですよ、はい、分かってるんだけど、うん、乗り比べてみたら、うんうん、もしかしたらワンチャン、うんうん、クロスビー結構すげえんだけどって、うんうんうん、行くかもしんないって僕はちょっと思ったの。今まさに今ちょっと困惑しだしたでしょ、結構、うん、そう思い始めてます。で今こういう風にちょっとマンホールとかやった瞬間にちょっとタイヤがブルブルって言ってちょっと跳ねちゃってるでしょ、はい、
クロスビー全く跳ねないじゃないですか、うん、この凹凸にはいなしてましたね、クロスビーはね。これは結構スティアリングにもガツンとくる感じ。これでも僕の中では割と好きなポジ要素、ポジ要素、ポジ要素、ね、気持ちいいですね、これは。これはこれさあ、なんとなく僕、はい、将来のなんかもちょっと目標が見えてきたな。将来の目標ですか。うん、あのマリオさんを、うん、なんかアメ車みたいなああいう車も、うん、おすげえ俺好きだっていう方向に変えていく、強調していくみたいな、うん、いや確かにね、これはね、この2台を乗り比べないとお互いの良さが分からないかもしれません、ある意味。分かんないよね、うん、分かんないことはないけど、より分かる、うん。あ、だからロッキーだけ乗ってたらロッキーもいいし、うん、クロスビーももちろんいいし、はい、でクロスビーの方緩んでるよね、ロッキーの方閉まってるよね、でも乗り心地悪いかもしれないよね、その分みたいな、はい、だからその、まあ、絶対的なる評価はあるんだけども、ね、はい、比べてみるとお互いの良さが、はい、まざまざと際立って、はい、逆にどっちでも面白いじゃんっていう、うんうん、このね、どっちでも面白いじゃんに行き着いたら車ってすごい幸せな気がするの、はい、こっちじゃないと面白くないじゃんじゃなくて、うんうんうん、こっちはこっちですげえ面白いじゃんになんか気づくみたいな、うんうんうん、特に私のようなこうちょっとね、まあ、単純明快な引き締まったのが好きだって言ってる人ほど発見がありますね、これね、クロスビー的な乗り味の奥深さに。だなんか今後クロスビーがもしなんか仕事とかでも当てがわれて、うん、これで長距離行かないといけないってなっても別に退屈しないでしょ、うん、全然、うん、あ全然、むしろね味わいたくなりますね。なんかね、本当そういうちょっとね、クロスビーって妙な、いや不思議です、ちょっとクロスビー、うん、まあこの不思議な感じがずっと単独市場であったから、この間、なるほど、だから今回まあ比較したわけですよ。なるほどですね。じゃあ最後、じゃあこのまま高速道路行って、はいはい、まとめていきましょう、はい、じゃあ高速道路にどう。さあマリオさん、はい、最後の高速道路ですよ、はい、もうでもなんとなくいろいろ決まってきました、まあ、マリオさんもうすでにこれも乗ってるじゃないですか、今回難しいね。いや、あのね、本当に難しいんですよ、もう表面上はね、うん、もうマリオこっちだろうみたいな、なんか僕自身もそう思ってたんですけど、結構そう単純ではなかった。だから同じ結構ライバルと称されるようなこういうコンパクト超ミニ SUV というのかな、ミニコンパクト SUV みたいな、はい、だからこのカテゴリーの中で全く作る方向性が違うってい う、本当にこんなにも違うとはというびっくりですね。なんかだからやっぱダイハツはトヨタとかスバルさんであるとかにも、うん、まあ、供給するっていうのも踏まえると、うん、ものすごいオーソドックスというのかな、うんうんうん、まあ、普遍的な作り方をしてきており、はい、まあ、これぞマイクロ SUV だみたいなね、うんうん、まあ、そういうようなスタンスなわけですよ。確かに。でそれに対して鈴木さんは単独市場でも言ってるんですけど、鈴木さんの最大の僕すごさは、はい、マーケティング、要は市場から何が求められてるのかっていうところを超熟知した上でそれを満たすべく作るみたいな、だからね、先入観みたいなのが何にもないんですよ。だから求められてんだからうち作ってんだよみたいな。なるほど。でこのカテゴリーで求められるのはって言ったらっていうところで、はい、いや足元広い方がいいよねとか、いや可能だったらウォークスルーちょっとできたら嬉しいかもとか、普段使うわけじゃないから狭くてもいいからさみたいなさ、はい、だからなんかそういうのを一個一個やってった時になんかあの形になりそうだよね。なるほど、そういう作りですね。そうだから助手席下の要は荷物室とかさ、うんうん、まあね、あった方がいいよねみたいな、うん、そう SUV でもなんかミニバン的な作りでいいんだけどみたいな話でさ、なんかねやっぱ視点が違うなって。なるほど、柔軟ですね。この 1.2 リッター早いね。いやこれはこれでね、このロングストロークのトルク感が気持ちよくて味わい深いです。でも運転支援もうちょっと賢かったらっていうのはね。運転支援そうですね、今分かりやすくやると今ハンドル支援入っております。さあマリオさんも今日花粉の中で生活をしていたのでさすがに来たでしょ花粉。ちょっと来ましたねやっぱり。はい、ほらやっぱこんだけジグザグるんだよやっぱこういう感じになっちゃいますね、うん、ちょっとだからここまでジグザグるとちょっと怖いよね。ちょっと任せられる感じではないですね。もうちょっと真ん中ビシッと行きたいよね、はい、でも乗り心地はまあ街中だとちょっと硬かったけど、はい、僕この高速道路のこのぐらいは全然、はい、ですね。やっぱいい速度上がるとちょうどよくなる。あ、僕結論出た。おお、はい、マリオさん出た。あ、出てます出てます。嘘、ええ、出てます。すごいね、ええ、
まあ、マリオさんも乗ってるもんね。ええ、でまあチルとテレスコピックとかは両方ともどっちもどっちでしょ。なかった、あのテレスコはなかったです、両方ともなかったね、はい、両方ともチルとのみな形で、はいはい、まあ、このセンターコンソールがあるなしをどう捉えるか、はいはい、ミニバン的な作りなのか乗用車的な作りがいいのか、後席含めて全く違うから、はい、そこをどう捉えるか、うん、っていうところも踏まえながらいろいろ判断しよう、最終的には。はい、さあじゃあいつも通り行きますか。もう、はい、これ悩んでもしょうがないね、はい、もう花粉すごいから、ええ、これ以上長引かせることもできん、ね、まず街中です。はい、いいですか。はい、行きますよ。はい、せーの、クロスビ ー、 おー、いや僕はね、あの街中ね、まあ、このクロスビーのいい塩梅の緩さ、うん、ちょっと気持ちよさ分かるんですが、まあ、個人的な好みを言わせていただくと、やっぱりあの引き締まった感じ、うん、おお、なんか俺は足腰がボディがしっかりした車乗っとるなというのが分かりやすいので、ロッキー欲しいです。なんか盛り上がり感。盛り上がります、そうですね、うん、はい、僕はやっぱクロスビーで、はい、街中こそ突き上げも少なく穏やかにダルッと運転したいよっていう、はい、そのダルッとがあるみたいな。分かります、その世界かな。はい、じゃあ続きまして、ワインディング。ワインディング、あー、ここね、ワインディングね、難しいね。もう先言っちゃうとマリオさんは絶対こっちだね。わ、違うの、行こう。はい、何、せーの、行くよ。はい、せーの、クロスビー。おお、いやね、ちょっとね、謀反だ、謀反、謀反が起きたの。あのね、いや、あのね、まあもちろんね、ロッキーのね、キビキビ感、剛性感、まあ、うん、もちろんあっちは好きは好きなんですが、やっぱりこの本編でも触れた通りですね、クロスビーの方が意外と真剣にこう運転に向き合う気持ちになれる。あー、コーナーが迫るたびにですね、どう荷重移動しようか、どうね、せや切ろうかみたいな、そういう操作をより繊細にしようと、それはこう車付き、運転付きからすると楽しい行為だったんですよ、実は。だから操るっていう楽しさがあって、うん、はい、だから刺激とか興奮度合いで言ったら少ないけど、ええ、はい、操ったからこう動いたよねの結果がちゃんと得られるよね、うんうん、はいはい、そう、それがね、運転のトレーニングのような気持ちにもなるし、うん、楽しかったんです、意外と。だから何にも意識せず、ただハンドルパン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 切って、ある程度の動きでキュッ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 曲がっていくみたいなので言ったら、ロッキーを選んどいた方がいいと思います。です、クロスビーの方はどちらかというとすげえ丁寧に操作したり、車のその求めてるものに対してしっかりとちゃんとこちら側でアジャストして操作してあげたら、なんか言うこと聞くぜみたいな、はい、なんかちゃんといい動きするよみたいな、本当ね、ロードスター運転してる気分、うん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 、だからロードスターもスポーツカーとして考えたら動きすぎでしょ、 どっちかというと、うんうんうん、ちゃんと操作してあげないといい動きしないじゃないですか、はい、気持ちいい動きしないじゃないですか。勉強になりますよ、あの車も。なんかそういう感じですよね、はい、まあ好みいろいろあるとは思うんですけれども、うん、マリオさんがそっちに響いてきたとはね、ちょっとね、ちょっと目覚め、私の目覚めがちょっと私の中で何かが今日変わりました。いろいろ起きるね、比較。いや、いいから比較、ね、僕ね、この企画でね、本当にね、この僕の30年の運転歴のいろんなものが崩れてるんですよ。で、もう、あ、そうだったのかみたいな、そうしようこれからみたいな、本当にね、その連続で、今日まさにそれで、まだ微妙に僕傷ついてるんですよ、実は。まあでもクロスビー、確かに僕が運転した時とマリオさんが運転した時に車の動きが違ったもんね。そうなんですよ、僕横にいてね、ショックを受けました今日。ちょっとマジで本当に、なんでこんなクロスビー気持ちよさそうに動いてんのって思ったでしょ。そうなんですよ、それでね、ちょっとね、いろいろ反省といいますかですね、目覚めたものがありまして、故に峠はクロスビー。なるほど、はい、あとやっぱりエンジンね、気持ちよかったです、やっぱりエンジン気持ちよかった、抜群でした。はい、はい、じゃあ最後は高速道路、うん、せーの、こっち、ロッキー、うん、で唯一運転支援はクロスビーの方がいいんですけど、うんうんうん、運転支援を踏まえても、うん、こっちの安定感とか、はい、ずしっとした感じとか、はい、二輪駆動なのにこれが出てるっていうのもすごいし、うん、いいと思います、これは。はい、はいはい、なので高速道路の安定感、まあ、運転のしやすさ、乗り心地、うん、そういうのを踏まえて、はい、高速道路はロッキーかな。はい、じゃあ、うん、一番難しい総合。総合ね、うん、これちょっと実はかなり揺れました。総合ってちょっと、うん、これね、うん、難しいところ、うん、総合は、はい、
内外装含むのこれ、今までこれあんま考えてなかった、ね、今までどうだった、今まで総合だからやっぱり全てですね、いや今までって、ここまで内外装が違くないのよ、そうね、大体こうやっぱりライバルを並べてるんで、もうちょっと近いですよね、そうするともうちょっと近い中で、あまあどんぐりの背比べで、うん、まああのこういうシチュエーションだったらこっちだよねとかがあったけど、これ今回全く違うから、まあ、あまりにも真逆すぎてこれは確かに難しいですね、でも総合だから含むよね、うん、まあそうですね、やっぱ総合だからやっぱそういうことですね、はい、決まりました、ま、ええ、それでまた確信が持てました、はい、やべえやべえ、だってそれスバル売ってないよ、いやいやじゃあいくよ、はい、せーのクロスビー、おーおー無本じゃ無本、自分でもびっくり、いやいやこれもまさあのね、本当にあのお前ね、スバル側ね選んだなんか言われそうだからあえて違う方言ってんじゃねえかみたいな、またそっちは選んだら選んだらそう思われるかもしれませんが、はい、で本当に純粋にまさに総合力、総合力で特にもう人に勧めるんだったらやっぱりクロスビーかなと思いました。どんな人にもやっぱり当てはめやすい、うん、まあ、ロッキーはある意味こう私系のね人であればもうああどうぞって言うんですけど、まあ、なかなか私系の人少ないですし、うん、若干そういう意味では意外とそのど真ん中を狙ってるようで実は本当にハマる人は狭い気がしました。だから乗り比べてなかったら、うん、こっちだろうね、王道は。乗り比べてなかったら、多分ねもうこっちで何にも過不足なく、うん、もういやロッキーでしょうって、うん、迷わなかったと思う。でも乗り比べてみると、うん、意外とクロスビーが、うん、まとえてるんだよね。そうなんですよね。あ、まあ新しいジャンルというか新しい車というか、はい、なんだろう、やっぱ市場要求叶えてるから、うんうん、やっぱね、ほんとまとえてるっていう表現になっちゃうのかな。はい、あらゆるとこがなんか納得だし自然だし、そうよくできてました。だからまとえて作っ、求められてるものを作ってきたクロスビーに対して、はい、ロッキーはもう王道だよねって。うん、これだというね。だからもうトラディショナルな、うん、もう方向性で、はい、クロスビーに例えば買った乗ったら、うん、多分次もまたクロスビーとか、うんうん、乗る車は多分ねそっちになっちゃうんだよね、うん、なっちゃうというかそのぐらい唯我独尊まとえてるというのか、うんうんうん、こっちは次乗る車すごい自由度あるよね、うんうんうん、っていうぐらいキャラクターで言うとオールマイティー、はい、子育て層、子育て層もでも向こうだね、2番だもんね、 向こうでしょうね、やっぱりね、だそう考えるとクロスビー強いんだよ、やっぱりそうなんですよ、ということで、今回の結論とさせてください。まさかのでございました。まあ車選びの参考になればなと思います。まああくまでも僕とマリオさんでいろいろ話したりして感じたことをそのままお伝えしているだけなので、はい、まあ絶対的な評価とかではないので、はい、もう皆さん自身で最終的にはあとはいろいろ俺の生活環境だったらこうだな、俺の好みだったらこうだなで判断していただければと思います。参考にしていただければ幸いです、はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました、はい、また次のいいから比較動画で、お会いしましょう。あ、普段の動画も見てください、はい、カババさんいつもいつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あとこの比較やってほしいとかありましたらバシバシとコメントに書き記してください。はい、可能な限りボスが叶えてくれますのでよろしくお願いいたします、はい、ではでは失礼いたします、はい、ありがとうございました。イカライフを、イカライフを。